ジャンヌ・ド・コンスタンティノオープルは、フランドル女博及び、エノー女博として13世紀初頭のフランドルとエノーを、治めた女性。ジャンヌ・ド・フランドル、または、ジャンヌ・ド・エノーとも呼ばれた。フランドル博及び、エノー博、ラテン皇帝ボーダント・マリード・シャンパーニュの長女。フランドル博としてジャンヌは、フランドル諸都市に、租税免除特権を備えた多くの検証を与え、白領の経済的発展に、 有利な政策を行った。彼女は伝統的な修道会を無視することなく、白涼における卓発修道会、ベギヌ会、ビクトリーヌ会、病院共同体の発展に重要な役割を果たした。彼女の知性化で以前には稀であった女性の団体が増加し、社会と教会内で女性の役割を変換させた。中世の騎士道物語ペルスバル、または聖杯の物語の 第3章は、ジャンヌ・ド・コンスタンティノープルのために書かれており、13世紀の詩人ウォーシエド・ドゥ・ナムが創作した、聖マルトの生涯も同様である。初めて、オランダ語で書かれた、騎士道物語、ファンデン・ボス・レ・ネルダは、ジャンヌの側近の聖職者が書いたものである。歴史家によって、イメージが修復されるまで、ジャンヌ・ド・コンスタンティノープルの19世紀までの人物像は、 非常に否定的なものだった。フランスやベルギーにおいて、ジャンヌ上伯は絵画や彫刻のモデルとなっており、祭りの際には巨人像として登場する。ジャンヌが治めた頃のフランドル伯領とエノー白陵の地図、ジャンヌの正確な出生年月日は明らかになっておらず、いくつかの仮説があるものの具体的な証拠は存在しない。判明しているのは、 妹のマルグリットと同様にジャンヌもバランシエンヌのサンジャン教会で洗礼を受けたことだけである。1202年、ジャンヌの父でフランドル博及びエノー博ボードアンは第4回十字軍に参加するために故国を立った。コンスタンティノープルが陥落した後、1204年5月9日に十字軍勢の講演を受けてボードアンはラテン帝国の定位に就いた。博姫マリーは、 聖地に巡礼してから夫に合流することを決めた。フランドルとエノオの両白領の摂政に、ボードゥアンの実定であるナミュールハクフィリップ一世がついた。マリーはアッコンに到着する前に休止した。ボードゥアン自身も、その後、1205年4月14日にアドリアノープルの戦いで、ブルガリア皇帝カロヤンアセンと対峙している時に、行方不明となった。 ボードゥアンの正確な消息は、戦死か補修のみとなったかは、不明のままで、遺体も見つからなかった。白の行方不明、白皮の急死で、フランドルとエノーの核白領は、フランドルの高官たち、リールの奉行たち、リール及びサントメールの上司たちからなる、行政府によって収められることになった。ジャンヌと妹、マルグリットの教育は、父方の叔父であるナミュール白フィリップ一世によって、 行われた。しかし、1208年、ボードゥアンの維持たちの教育は、フランス王、フィリップソン・ン王に委任されることになった。姉妹は、幼いティボード・シャンパーニュと共に、パリで育てられた。1206年、フィリップソン・ン王は、自らの同意なしに、フランドル・ハク姉妹を結婚させないよう、ナミュール・ハクに敷いた。1211年、 クシー・領主アンゲラン三世ドクシーがジャンヌとの結婚を尊厳王に申し込み、同時に彼の弟トマがマルグリットとの結婚を申し出、合計5万リーブルの金を用意した。フランドル貴族たちは、この計画に否定的であった。フランドル博、フィリップ・ダルザスの二度目の日である、ポルトガル王女マティルドは、自らの老いである、ポルトガル王子フェルナンドとの結婚を申し出た。ジャンヌとの結婚によって、 フェルナンドは、フランドルハクフェランと呼ばれるようになった。ブービーヌの戦いで捕虜になったフェラン、ブロアハクルノーを護送する、尊厳王フランドルへの帰国途中、新婚夫婦は、ジャンヌの親戚にあたるルイ王子に捕らえられた。ルイの目的は、アルトワを備えた広大な領土を手中に収める、ことだった。アルトワは、フィリップ・ダルザスに課したエリザベートとベルマンドワが、結婚に際して持参金として、 フランドルにもたらした領地だった。解放のためにエール・シュルラリスト・サントメールの町を売却した後、フランドル博夫妻はかつて父ボードアンの同盟者であったイングランド・王ージョーン、ローマ皇帝夫を4世と共に反フランス連合に加わった。ヘントは最初フェランをフランドル博と追認するのを拒否していたが、助博と町の助役が選んだ4人の裁判所判事を 毎年選ぶ権利を与えたことにより、彼らは強力なヘントのブルジョワ階級と手を結んだ。その後、彼らはヘントやイープルの住民が町の防衛を強化することを認めた。フェランは、神仏として知られていたゲントとブルッヘの城代の職を廃止した。1213年、尊厳王は、リールの町を攻撃し火を放つことで返答した。断面においては、 フランス艦隊は、イングランド艦隊によって退けられた。1214年7月2日のラ・ロッシオ・モワンヌの戦いでは、王隊子ルイが、イングランド軍に戦勝した。しかしその後の1214年7月27日の、ブービーヌの戦いにおいて、尊厳王は相手に決定的な敗北を与え、フェランの身柄を拘束した。12年間にわたってフェランは、フランス側にわれていたため、 ジャンヌが単身で統治した。独力でジャンヌはリールの街の城壁再建を命じた。しかし新たなフランス側の攻撃を恐れ、彼女はフランス王に最終的にリールを差し出した。彼女はその後ローマ教皇の力で自らの結婚を解消しようとするが、それは遂行されなかった。1221年、ジャンヌはウルターニュ女皇。 アリックス・ド・トゥ・アールと死別していたブルターニュセッション、ピエール・モー・クレールとの再婚を目指した。しかしこの結婚に尊厳王が反対した。1213年、マルグリッドはアウェーヌ領主、ブシャールと結婚した。尊厳王は二人の結婚を偏見の眼差しで見ていた。彼はローマ教皇インノケンテウス三世に、ブシャールは副助祭として助会の秘跡を受けていると教えた。 1215年、第4回ラテラン公会議で、教皇は結婚の無効に同意した。しかし、マルグリットとブシャールは、無効を無視した。彼らは、アルデンヌ地方の、リュクサンブール港、ワレラン三世の庇護下にあるユファリーズ城へ逃亡した。この地で、マルグリットとブシャールの間に二人の息子たち、ジャンとボードワンが生まれた。1219年、ジャンヌに対抗して、 フランドルを寄港中、ブシャールは逮捕された。2年後、妻と離婚し、彼女から離れることに同意して、彼は解放された。1223年の終わりに、マルグリッドはギオームド・ダンピエールと結婚した。別の紛争がジャンヌの統治を揺るがした。1224年、ブル・エ・ジョーダイの位を、自らの顧問アルヌール・オーデル・ナルデのため手に入れようと、努力した。 ブル、エ・ジョーダイは、ブービーヌの戦いの後に、尊厳王が、ジャンドネールを任命していた。これは、過剰な要求だとして、紛争になった。この一件は二人の騎士たちによって判断が下された。ジャンヌは、ムランで開かれた、尊厳王の宮廷で王,王と面会し、このことは王の仲間によって判断させられないと訴えた。王は、最終的に、 ジャンドネールこそが、上代にふさわしいと認め、ジャンヌに打撃を与えた。エノー年代記によると、フランドル及び、エノー総督アルヌールド・ギャブルはバランシエヌで、フランシスコ海の小族を身につけたオジ・ジョスド・マテルヌを見つけた。オジに尋ねると、20年も囚われのみであった、ブルガリアから逃亡したボード・アント・ハイカの者たちが、いると知らされたのである。リメ年代記では、フィリップ・ムスケスが、 同時代のことを記録している。蘇生の知れない者が、ボードゥアンの帰還を発表し資金を配布していたというのである。1225年、トゥルネートバランシエンヌの間に広がる森の中、モルターニュ近くに住むインジャが、実際に自分がボードゥアンだと認めた。彼は、フランドル伯領とエノオ伯良に及ぶ主権を自分に返還するようジャンヌに求めた。ボードゥアンは、 真のフランドル博、エノ能博のように振る舞い、騎士を自石し、法令に署名した。急速に、彼は、エノ能博領の貴族から指示を受けるようになり、それには、ジャンドネール、ロベール三世とドルーが含まれていた。それから彼は、リールとバランシエンヌを含むフランドルとエノ能の、諸都市大多数から指示を受けるようになった。イングランド王ヘンリー三世ですら、 対フランス王同盟の刷新を申し出た上、この政策をブラバント公国とリンブルク公国が支持した。ジャンヌはコモン・アルヌール・オーデルナルデを派遣した。アルヌールはインジ者と面会できなかったにもかかわらず、彼が本物のボードアンだと確信して戻ってきた。他の商人たちはより会議的であったが、彼はジャンヌに買収された者たちであると非難されてしまった。 ジャンヌは自らに唯一忠実であった都市、門世の逃亡を余儀なくされた。2万リーブルの支払いと、デュエトレクリューズに代官を置く約束に対して、ルイ8世は、ジャンヌの権利回復のため自らの軍隊を動かす、ことに同意した。厳しく支援が交渉された。ジャンルは戦争で生じた代官の支払いに同意し、デュエトレクリューズの町のためこの約束を受け合ったので、ある。 軍事作戦を開始する前に、ルイ八世は、おばのシビユドボーユード傍獣をジ者との会見のため、送り込んだ。それで、彼の正体に疑問が生じた。1225年5月30日、王はボードアンを自称する者とペロンヌで会い、彼のこれまでの人生の詳細を尋ねた。彼は、自分が騎士に受釈されたのはいつ、どこでか思い出せなかったばかりか、自らの婚礼の夜も思い出せなかった。 オルレアン司教とボーベ司教は、ボードアンと同じように、アドリアノープルの戦いで消息を絶った、ブロアハクルイに自らを偽装しようとした、彼を言葉を巧みに操るものだと認定した。彼が詐欺師であることを確信したルイ8世は、三日以内に立ち去るよう猶予を与えた。偽ボードアンは追従者たちと共にバランシエンヌへ逃亡した。しかし町は、フランス人によって迅速に奪還された。 ジャンヌは、ニセ、ボードゥアンの無条件降伏を要求した。ニセ・ボードゥアンは、その後ケルン大司教のもとへ避難したが、彼の支持者たちは、彼のもとに残る者と逃亡する者とに分かれた。ブザン村近くで捕らえられたニセ・ボードゥアンは、ジャンヌのもとに連行された。彼を殺さないよう約束したにもかかわらず、ジャンヌは、ニセ、ボードゥアンを二頭の犬の間に置いた晒し台に晒し、 その後リールの縄文から吊るして処刑した。マルグリット・ド・コンスタンティノープルの元夫で、ジャンヌによって遠ざけられたブシャール。彼が黒幕であった可能性がある。ニセ・ボードアンは、二つの白領の相続人として、息子には正当な権利があると認識していた。反乱を起こした町を取り戻すと、ジャンヌは重い税を課した。これにより、翌年から二十年かけて払うことになっていた。 フランス王への債務を支払えただけでなく、夫、フェランの身の代金を支払えることになった。ブービーヌの戦いに出征する夫を見送るジャンヌ。フランス大年代期より、フェランの投獄中、ジャンヌはやもめになっていたブルターニュ公、ピエール・モー・クレールから求婚されていた。彼女は、ローマ教皇ホノリウス三世に対して、 近親婚を理由にフェランとの婚姻無効を働きかけることをピエールと同意した。しかし、ルイ8世はフランドル・ハクト・ブルターニュ公の再婚を拒否した。カペー家と血縁関係にあるフランドル・ハクト・ブルターニュ公が結婚によって結びつき、誕生するであろう強大な領土は王室の領地を絞り取って危険だと判断したのである。ルイ8世は、 ジャンヌとフェランの再婚の許可をローマ教皇から獲得し、一方でジャンヌに条約と身代金の支払いを強制した。ジャンヌは偽ボードアンを支持し、反乱を起こした都市に莫大な罰金を課した。おかげでフランス軍によるに白領奪還の代償2万、リーブルを支払うことが可能になった。1226年、においてジャンヌとルイ世の間で条約が締結され、 フェランの身の代金は2回の分割払いで5万、リーブルとなった。ジャンヌはフェランを配偶者とする合意を強制されていた。もし2人がフランス王に対して不誠実であれば、封建法における偽証としてどちらも破門であった。最終的には彼の騎士たち、都市の代表者たちはフランス王に忠誠を誓う必要があった。27の都市。 350人の貴族が先制した。ルイ八世が11月8日に死去した後、大大号で摂政のブランシュとカスティーユと即位した。ルイ九世は、ジャンヌが身の代金2万5000リーブルを払った後に、実際に1227年1月にフェランを釈放した。1227年から1228年の間と推測されているが、ジャンヌは長女マリーを出産した。 マリーは、ジャンルとフェランの唯一の子で、ルイ9世の弟、ロベール・ダルトアの言い名付けとなった。ところがマリーは1236年に急死した。フェランは1233年7月27日、長い国中生活の間に患った、血石症のために、ノアイオンで死去した。彼の心臓は、ノアイオンのノートルダム大聖堂に埋葬され、遺体は、 フランドルのマルケット修道院に埋葬された。夫の死後、ジャンヌは、レスター・ハクシュモンド・モンホールとの結婚を望んでいる。しかし、フランス王が、この縁組を拒否した。同じ年の1233年、ニセ・ボードゥアンの陰謀に加担して、以来投獄されていたブシャールが釈放された。ジャンヌとトマド・サボは、エノー年代記のミニアチュールより百三十七年、ジャンヌは、 ピエモンテ領主、トマド・サボアと再婚した。彼は、ルイ9世マルグリット・ド・プロヴァンスのおじであった。この結婚によって、ジャンヌは、フランス王に3万リーブルの支払いと、王に新たに忠誠を誓うことを余儀なくされている。夫と共に、彼女は、ユーグ十世ド・リュジニャン率いる反乱に際しては、支援を行った。1244年12月5日、ジャンヌは、 マルケット修道院にて死去した。白衣は妹マルグリッドが継承し、夫トマはサボアへ戻った。2005年、旧マルケット修道院の敷地内で、ジャンヌの墓が再発見された。2007年の発掘調査にもかかわらず、ジャンヌの遺体が墓の中になかったことが判明した。伯爵として単独統治を始めた初期、フランドル都市の発展に有利な政策を実施した。 それは、ダンケルク、ヘント、ディール、マールダイク、スクランそのホビールフリート、イープルに法律と税務権限を付与したことだった。1217年には、コルトレークで移住してきた人の人頭税を免除したため、羊毛産業に従事する労働者の流入を促進させた。夫、フェランの解放後は、彼女は、ドゥエー、ヘント、イープルにおいてこの政治的方向性を確認した。 そしてブルーヘとレデルゼールの貿易には、伯爵の権限と対等に向かい合える大きな自治権を含む新たな特権を付与した。1233年にフェランと死別すると、彼女はリールで検証を交付し、バランシエンヌでの主労建設に許可を与えた。その後、トマド・サボアと再婚すると、彼女は免税を通じて、ベルグ、ブルブール、ブル、エ、ダンメ、フルネ、ムイデン、 カプライクといった都市に関連する司法制度の再編、開港と河川を通じた貿易を促進させる措置など、政策の補完を行った。都市部の少ない地域、特にエノーでは、白尺の力が強いままだった。フランデレンジン・ブルジョワ階級の一定の圧力のもと、フランス王と対峙して、彼らは除白の指示の必要性を認識し、ジャンヌは税金という代償なしに、 経済発展と都市の自治を政策として推進させた。河川での水上貿易促進のため、ジャンヌは1237年に無難とアレルベークに水門を建設させ、リスガートの航行を可能にした。1242年、トマド・サボワと、ジャンヌはリールから来た助役たちに、マルケイコールレズイコールリール、ワンブレシー、そしてリールの3カ所に席を建設することを認可した。 こうしてドゥルガワイ高校ネットワークが拡張された。校舎は結局建設されなかったが、ルケスノワでは二重扉を持つ選挙に置き換えられた。十字架の足元で祈る指導会の修道所、マルケット修道院に残る写本。現在は、カンブレーのビブリオテークミュニシパル所蔵指導会と、良好な関係を持っていたジャンヌは、マルケイコールレズイコールディールに、女子修道院を創設した。また彼女は、 その他にも数カ所の死党会派女子修道院の創設を承認し支援や助力を行った。12世紀まではフランドル及びエノオを薄量において男子修道院が独占している状態であった。フランドルにある女子修道院はヘントのラビロク修道院を含む20カ所で13世紀の間にエノオ薄量内には5カ所の女子修道院が創設された。こうした 女子修道院の講演をジャンヌ、そして後を継いだ妹とマルグリットが言った。ジャンヌはまた、白陵内で、宅発修道会が根付くのを支援した。1217年頃、バランシエンヌに小さなフランシスコ会のコミュニティが移ってきた。1226年にジャンヌは彼らに、町の古くなったドンジョンを修道院とするようにと寄進した。彼女は、小崎。 兄弟会のスピリチュエル派から拒絶にも直面した。ジャンヌは同じ会派のコンバンテュエル派の設置を一般法に書き込むことでこの抵抗を克服した。二つの派は1241年より前に一つに統合された。リールのフランシスコ会の例では、教会や修道院の建設に際してジャンヌが支援のため、監督官や大工を送り込んだことを我々は知っている。 オスピス・コンテスの外観。ジャンヌとコンスタンティノープル時代の建築部分は現存していないジャンヌは、ベギヌ会のクールとベギヌ創設において役割を担った。それはつまり、フェンスで囲まれた住宅で、時には教会や病院を備えた住宅群であった。これらが古典的なベギナージュ建築であった。エノーハクリョ量におけるモンスト、バランシエンヌ、フランドルハクリョ量においては、 ヘント、ブル、エイープル。これらは、すべて1236年から1244年の間に建設された。1245年に、マルグリッド2世によって実行された、ドゥエトリールのベギナージュ建築は、ジャンルの意思によるものとして追加する必要がある。こうした、修道会において、ドミニコ会が役割を果たした可能性があり、一部では、 精神的な方向性に影響を及ぼしていた。12世紀終わりまでにフランドルとエノー領内にビクトリーヌ会の宗教家たちが移住してきた。ビクトリーヌ会はパリのサンビクトール修道院を発祥とする。1217年から1262年までに12カ所の修道院が創設された。ジャンヌはビクトリーヌ会の活動を奨励し、1244年には カンブレー市教座内のメスンにおけるベトレン修道院創設において直接支援を行っている。こうした修道院はかなりの自治を保持しており事前目的での活動を行い都市に土地を保有していた。彼らは13世紀に生じた新たな女性の精神的要求を満たしたのである。ジャンヌはリールのサン・ソブール・セリョー書、サン・ニコラ・セリョー書を含む 病院の支援も行った。1228年には、オット・フェランと共に、ヘントに、ラ・ビロク修道院創設のための土地を寄進した。1237年2月には、オスピス・コンテスを創設した。これは、彼女の邸宅の庭園部分を提供したもので、リールのカストルモの中にあり、1213年に、フランス軍侵攻で破壊された古いドンジョンがあった場所であった。 彼女はまた、バランシエンヌに、劣勢からわずか4年の聖エリザベートの名を冠した、サンテリザベートド・オングリー病院を建てた。この施設は、ベギヌ会が運営していた。すでに知られている2つの写本は、ジャンルの図書館に属していたと考えられている。1つは、フランスのフランス国立図書館に収蔵されている。紙片で、1210年頃に作られ、シャンパーニュ博費、ブランシュド・ナバールが、 ののジャンンヌがフェラとと結婚するる際にに彼女たために制作させたとも考えられている第二の写本は、現在は、大英図書館に保存されている、1210年から1220年頃にかけて作られた、ペルスバル、または、聖杯の物語の副写である。第二の写本は、クレティアンド・トロワのペルスバルが関係しており、別の章とエジプトの聖マリアの生涯が加わっている。 上記の写本はどちらも、シャンパーニュの工房で作られていた。聖杯物語群の起草は、フランドル博家と密接なつながりがある。クレティアンド・トロワは、ジャンヌの王子である、フランドル博フィリップ一世の秘護の下で、創作していたのである。第三章の著者、マヌシエは、ジョハク・ジャンヌに、自らの作品を捧げている。第二章の執筆者で、 クレティアンド・トロワの前任者であったウォーシエド・ドゥナンは、彼女の側近の一人であった可能性があるが、本が、ジャンヌのために書かれたと確実に証明できる証拠はない。それとは異なり、若い女白2212年頃、聖マルトの生涯が捧げられている。聖人の生涯を書いた作品であるにもかかわらず、タラスクの総話も含め、素晴らしい物語であるだけでなく、騎士道物語に近い、 このテキストはまだ10代だった彼の検定相手の鍛錬と教育のために企画されたようである。聖マルトは偉大な講和者として表されており、聖フロンや聖ジョルジュが失敗した、反乱都市の制圧も成功したのである。ファンデンボスレーネルダは、オランダ語で書かれた、キツネ物語の初版であり、オランダ語で書かれた初期の文学作品の一つである。この作品には、 騎士道物語の範疇に含まれない、オリジナルの総話が含まれている。作者アビレム大はドックメットは、死党会会員で1261年に死去している、ギオーム・ドブデロである。この才能ある聖職者は、1238年に、死党会総会の場で要求がされ、ジャンヌ女白によって雇われていた。ジャンヌは彼を、 ディールのオスピスコンテスの監督者に創設された1238年から1244年まで任命し、その後、コルトレーク近郊のマルケ修道院委員長に任命していた。しかしながら文学講演者としてのジャンヌの活動は限界があったようである。文学講演者であることは男性が支配する世界で女性であったからこそ成功した可能性があり、ジャンヌは 意図的に、一般的に女性に割り当てられる、この役割を捨ててしまったのである。ジャンヌ・ド・フランドルは、ブルターニューコイ請求者、ジャン・ド・モンフォールの妻、ジャンヌ・ド・エノーは、エノー白義王無一世の娘の呼び名として、後に用いられた。ありがとうございます。